今日皆さん最後まで出てきていただきましてありがとうございます。いや本当に、5週間に迎えることができましてですね、たくさんの皆様にお世話になりながらここまでやってきました。心から感謝申し上げます。ありがとうございます。去年までやってコンサートという言い方をしてますけども、今年は8公演全部を梅田ホープジャンプというふうに名付けました。出演してくれた皆さんをですね、改めてここで紹介しますので、まずは今日のメンバーからです。出ました出ました。じゃあ振りますから手挙げてくださいね。まずはオレンジ、行きましょう。そして勝ちに乗ったことです。ガチャ佐野正樹、ブラザースリー、東京から来てくれました城賢一、福島に来てくれました飯沢遠藤、日暮らし、野村塚さん、いた野村、ちょっと行ってます野村塚さん、野村さんにお願いします。そして上位です、銀融主人小野博士&カンバンド、歌手教室家のファーストオープンセラー。そしてこの他にですね、4月15日からスタートした長公演に出てくれた仲間が今日来てくれてます。まずは紹介しましょう、モカ、どうも拍手を。続いて川村芳生、それから今日はちょっと受付で手伝ってくれました仙台のオンちゃん、この他にも今日はね、残念ながら来てくることができなかったんですが、中越のジミー小沢さん、そして県外組はですね、東京の隅田川さん、そしてありがとうございます、浜名湖ホープジャンボリーからルー&ヨッピー、小玉商店、ウッディベル、以上の皆さんがこの8公演参加してくれました。なんと延べ155人のミュージシャンが集まってくれました。本当にありがとうございます。じゃあ最後です、ぜひ皆さんと声高らかに翼をくださいを一緒に歌いたいと思います。今、煽りのですね、あ、いました、いました、はい、たすきおすけ、ご苦労様でした。ありがとうございました。さっきいなかった野村です、野村福田さんの野村です、回し野村、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ皆さん、もう最後ですんでね、精一杯腹から声出して今日は一緒に思い出を共有して帰りましょう。よろしいですか、行きましょう。はいよ、ワン、ツー、鳥のように
今日の出演者がですね、今これからの、皆さんのお帰りをするところでですね、一人ずつお礼を申したいということで。